高知市鴨部にある淀焼の窯元、谷製陶所です。高知市の小中一貫校土佐山学舎の7年生13人が淀焼で沢地料理の鶏皿作りに挑戦しました。淀焼とは江戸時代、現在の小豆町、旧名淀で作られていた伝統工芸品で、丹精で薄造りなのが特徴です。2年前から土佐山の食材を使った料理を研究していた7年生、集大成としてオリジナルの沢地料理を作ることになり、料理を盛り付ける皿まで県産にこだわることにしました。指導を受けながら手びねりで丁寧に仕上げます。今回は特別に土佐山をイメージした絵を皿に描いていきました。土佐次郎、はい、お皿にするならなんか迫力があった方が印象がつきやすいかなと思い、土佐次郎の顔をドンと描こうかなと思いました。1時間半ほどかけてそれぞれのこだわりが詰まった小皿ができました。山に霧がかかったようなイメージです。広大な自然が広がってて、もう山がなんか雨の日とか今日みたいな日に霧がかかってるみたいな感じなんですよ。広大な自然があって住み心地が良いような魅力が紹介したいです。生徒たちが今日作った皿は1ヶ月半ほどかけて素焼きや色付けが行われ、8月末に完成する予定です。食材から皿まで全て生徒が考えた沢地料理は、11月にイオンモール高知で開催される土佐山ゆず祭りでお披露目される予定です。